デンタイムの歌番組にホワイトスコーピオンとして出演させていただいたので、もう胸がドキドキでみんなドキドキで、ね、出番を出演したんですけど、なんだろう、ショールームとかやってたらたくさん良かったよとかたくさんコメントくださって、とっても嬉しい気持ちになりました。ありがとうございました。ありがとうございます。で私たちのなんか出場する前に出演する前に、はい、ちょっとハプニングがありましたよね。はい、皆さん覚えてます？バッチリ覚えてます。バッチリ覚えてます。私たち初めてのゴールデンタイムということで、はい、結構緊張していたんですよ。その中でも意外な方がすっごい緊張してて、ちょっとなんか一番緊張してたかなって思う人います？誰かな、ニコじゃない、ニコ、私、まあ、確かに、ニコ緊張しないからね。確かにね、確かに。ニコだと思う。え、でもさ、あれ、緊張しがちって言ったらエースじゃない？ああ、確かに、エースね。エースは緊張してるイメージあるけど、手挙げて吐けた。アコさん、何があったんですか？詳しくちょっと聞いてもいい？チョコに大いじめを受けまして。瞬間にもう緊張とカメラ見なきゃっていう意思で目がバキバキでいつもの3倍ぐらい
ないですか。なのに目バッキバキですごかったね。本当に急にさ、あれのおかげでさ、ちょっとバーナーゴンだったよ。よかったです。しきましたね。そうそう、あのわざとみんなのね、テンションをちょっといい感じに持っていくためにやったってことで、よろしくお願いします。ありがとうございます。でも本番はね、そう、本番は年間から言ってたからね。あ、なら良かったです。本番は大丈夫でした。本番はとても良かったよ。ありがとうございます。じゃあ皆さんもう一回ね、見たい方はそれも込み、アコが泣いたシーンとか、アコが泣いた後なんだなとか思いながらまた見てもらえば、見方がね、絶対変わってくると思うので。ちょっと目赤いかもしれないし、ね、確かに。目は半開き。ぜひ見てください。お願いします。お願いします。はい、続いては次の曲に参りたいと思いますが、はい、皆さん盛り上がる準備できてますか？ちょっと足りないよね。全然足りない。もっと皆さんの